今週のプレーをご紹介します。お父さんのプレーに憧れてテニスを始めた中本くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今お父さんと試合して勝てますか？まだ難しいです。まだ難しい。勝ちたい？勝ちたいです。じゃあ何歳までに勝ちたいですか？中学校中には勝ちたいです。おお。それではコーチ、今週はどんなレッスンですか？はい、ちょっとダブルスでの、ボレーのリーチをちょっと長くする練習を、たくさんのところまで届けてボレーできるような練習をしたいと思います。はい、あれいけたん違う？はい、熱血スーパーテニス、科学で健康をサポートするシクロケムグループの提供でお送りします。まずはメンタル面のアドバイス。ストレート抜かれるの怖いよね。みんな怖いね。5球ポーチに出て2球止めたら OK、 2球ポーチ決めたら、そういうつもりで、まず気持ちの問題、はい、で、2球パーンといってパーンとポーチ決めたら、3球もしストレート抜かれても、こんな狭いアレコートに入れられても、ここにさ、3球さ、全部エース取れるストレート やったらさ、クロスラリーやってても負けるよね、ポーチで。わかる？言ってること、はい、だから、それ負けるぐらいだったらポーチ行ってチャレンジした方が絶対いいから、はい。最初はボールキャッチ。そのポイントは、まずボールキャッチするとき両手でキャッチしてください、はい、こっちも両手で、ね、これなんでかっていうと、当然両手だったらリーチ短い、はい、っていうことはしっかり動かないとキャッチできないです。だからこれでキャッチしてもあんまり意味ない、はい、で次はキャッチするときにクローズに入ってしまうと体が外に行くからこっち遠くなるよね。はい、できるだけオープンスタンスでキャッチ、オープンスタンスでキャッチ。レッスンスタート。よいしょ、そう、で戻る、そう、オッケー、そう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 、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス、オッケー。今度はラケットを持ってパンパン、あ、足ストップ。今足、はい、こう入ったら分かる、自分であれなしな、オッケー、そう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 、できるだけ早く戻る、そうそう、よいしょ、戻って、はい、そう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 、OK、ラスト、いけ、 OK、素晴らしい、グー。最後はクロスラリーの中でポーチを決める。はいはい、 OK、OK、戻る、はいはい、あれ、いけたんすか？はいはい、ほら、しっかり戻らないと。さあ、難しいよ。そうそうそう、オッケー、ナイスショット、オッケー、ナイスナイス、オッケー、グッ。あ、ダブルスってさ、打ってなくても疲れるもんや、はい、あれぐらい打ってない人が 動いてあげるように意識してよ、はい、そしたら次第に慣れてくるから、はい、オッケー。あの相手が、うん、最初あんまり分からなかったけど、途中から相手が後ろに下がってきたら、うん、チャンスがあって、うん、そこで出たり、うん、出なかったりする判断が結構できてきた。うんうん、そうそうそう、オッケー、ナイスショット。